神戸の理化学研究所などは、スーパーコンピューター・富岳を使った新型コロナに関する研究が、スパコンのノーベル賞とも称されるゴードン・ベル賞の特別賞を受賞したと発表しました。ゴードン・ベル賞の特別賞を受賞したのは、理化学研究所や神戸大学などの研究チームが、スーパーコンピューター・富岳を使い、人の口から出る飛沫や、 エアロゾルの拡散を予測した研究です利権などによりますと新型コロナウイルスを見える化し感染防止対策の重要性を啓発したことなどが評価されたということですゴードン・ベル賞はスパコンのノーベル賞と称されるなど計算科学分野で最も権威のある賞の一つで去年から新型コロナに関する研究に特別賞を設けています 理研は今後も富岳を活用し感染症対策の研究などに役立てていきたいとしています。